はい、おはようございます。ブリッジです。今回でこちらペーパーマリオ折り紙キングパート11始めていきたいと思います。前回がそのこの後ろにいるボム兵がまあ迷子の迷子の子猫ちゃんになっちまって、もうずーっとワンパート中探し回ってました。で、見つかったんでようやくこの先の水神神殿に行くことができます。さあやっていくか。もうほんとさ、前回パートがマジで時間かかりすぎてね、ほんとね、もう怒り狂ってたから。で、ここでようやくここで踏みまして、で、はいはい、ぼーっとしてないで、ボム兵さんも乗って。あ、はい。こうやって踏みつけまして、で、門が開きまして、これで入れましてと。わーい、やった。これで中に入れますわ。あら、ボム兵さんは行かないの？あ、俺？神殿とか、いざ入るとなると、震えが止まらないっす。多分無茶ぶりっすけど、スイッチ踏んで疲れちゃっ、お前、お前首にすんぞボゲ。もういい、ほんとお前、ただでさえお前のせいでさ、いろいろお前もうほんと時間かけてやったのにさ、こっちは命をかけてまでなのに、その態度お前もうほんと仲間から外すこいつ。一応あれだよな、でも情報のあれではこの仲間にマリオ、オリビア、ボム兵ってなってんだよな。いやー、もう、ボム兵ってもさ、なんだろう、このボム兵自体いいキャラしてんだけどさ、やっぱさ、なんか今までのシリーズみたいにさ、オリジナルキャラクターみたいな感じでさ、昔で言うマリオストーリーだったらピンキー、で、ペーパーマリオ RPG だったらバレルみたいな感じでさ、なんかオリジナルキャラクターとしての名前とかデザインがあってもよかったよね。うん。それがあってもよかったわ。なるほど。ここ入ろうとすると、サボるのか、こいつは。ほんとこいつクズだな。人間の、いや、ボム兵のクズだ、こいつ。ま、いや、入ってっか。ここが水神神殿か。なんか独特だな。とっても凛々しい顔。これが水神様かしら。かっこいいですわ。なんか竜みたいな、トカゲかな？ドラゴンみたいな感じだな。で、なんかしかも BGM もなかなかいい感じだな。で、問題はどうすればいいのか。まずは、とりあえず金ゲッチュして、で、あそこにもなんか虫がいるから、どうせキノピオだろうから、はい、道をこうやって作りまして、おらおらおら、おら。はい、キノピオと、大事な紙ピラを使って助けていただき、ありがとうございます。ちなみにスカスカ穴からこぼれた紙ペラは減ることがないんで安心してくださいね。あの、まあそれは前なんか聞いたことがあるから大丈夫。んで、どこから行くべきなのかな。とりあえず話しかけてみて、本物の水神様はどこかしら、早くお会いしたいですわ。これ左の道行っていいのかな。とりまああそこのちょっとセーブブロックまで行ってみて、もしかしたらなんかイベントが起きるかもしれない。ああ、ダメなんだ。じゃあ、とりあえず左と右になんか行ってみるって感じかな。右も一応道があんのかな。って思ったらいけない。ああ、なんかここがなんか閉じ込められてる感じ。あ、なんか、あ、わかった。もしかすると、多分ここが回転すんのかな。回転してなんか、行けたりするようになったりすんのかな。多分俺の推理で。じゃったら、もうここ左から行くしかねえな。左から行きまして、で、もしかすると新しい敵と、うわあ、新しい敵、これあれじゃん、なんかスーパーマリオブラザーズに出てくるさ、あの土管のやつ、マリオとルイージで遊ぶやつ、それのカニじゃん。こいつ名前なんつったっけ、忘れちった。まあいいや。整列大成功、攻撃力アップで、カニさんって言うんだ。もうそのまんまの名前じゃねえか、カニさんって。でもって、ただあれトゲっぽいな。じゃったらもうここはちょっとアイアンブーツで踏みますか、念のためね。はい、ほい、へい、はい、一撃で倒していくと。まあ、珍しい敵だったけど、まあ、初めての敵で。まあ、こんなやつも一撃よと。よいしょ。でもって、ここもちゃんと、あ、キラアイアンブーツ。キラプラスアイアンという豪華な組み合わせ。結構強くなった。なるほどね。これはボス戦でぜひ使っていこう。で、ここもちゃんと紙っぺら回収しまして、あ、いいね、この、横になったかと思ったら縦になっていく感じ。いいじゃん。うわぁ！と、危ない危ない。俺じゃなきゃ多分ね、当たってたわ。で、ここでカニさん撃破していくか。
オッケー。でさ、やっぱさ、このステージのさ、この戦闘 BGM っていいよね。俺さ、多分さ、このさ、あれ、折り紙キングのさ、BGM のなんか CD 出たら俺買っちゃうかもしんねえわ。でもって、ここもちゃんと道を塞いでいきましてと。オッケー。やあ！嘘でしょ！で、今、青いカニだったよね。こうやって強そうだな。あ、よく見たらさ、あれじゃん、あのさ、スーパーマリオブラザーズでさ、確かさ、カニを一回ひっくり返して、しばらく時間が経っちゃうと、カニが速くなるんだよね、色が変わって。それじゃない？で、多分こいつら強えだろうから、こいつらから先にぶちのめすか。まずこうしまして、で、持って、これをこうしていく。オッケー。で、こいつの名前はなんだ？カニさん、カニさん。カニさん、あれ、名前わかんねえ。ただ絶対強いだろうから、ここはね、ナメプをせずにキラハンマー使っていく。オッケー。キラハンマーで一撃で倒せるか。エクセレンス。オッケー、一撃で倒しました。オッケー。じゃあ、あとはもうこいつらは雑魚だからカットしよう。さてと、ここで、よく見たらなんかあそこ、あ、ああ、折り紙か。紙っぺらか。で、左に行きまして、わっ、またなんか、なんだろう、不思議な、感じの場所だな。ああ、パズルか。いや、待てよ。え、なんでしょう、これ。多分何かをどうにかする、何かだとは思うんですけども。あの、オリビアさ、もうすげえ IQ5 のやつのさ、発言だよ、それ。とにかく何なのかさっぱりわかりませんね。あ、ね。え、多分ね、この今右にあるここから、あの、ドラゴンつうか竜の口になんかぶち込むんだと思うんだよ。なので、これをどうにかするには、一応オリビアヒント？この四角板を動かすのかしらって言ってるな。でもな、どっちみちな、あそこに行く方法なんてないぞ。ちょっと周りを散策してみるか。いや、まずこいつをぶちのめしていくか。って思ったら急に出てこなくなった。えい。あ。ってことはこっちに行くってことか？なんかまだ、ヒントがあんのかな？で、カニがいっぱいいる。ただカニはスルーしていこう。ヒュー。え？パワーブロックじゃないですか。でもって今俺はこの青いカニがなんか変なものを持ってるの見逃さなかった。だからここで青いカニが出てきたら、来たー！あ、なんだ！なんだ、ひっくり返したらなんか普通にすぐに倒せんのかと思ったわ。あれ触れれば。まあいいや、じゃあもうこいつらももう瞬殺していこう。治っちゃった。やべやべ、無駄な戦い してたら治っちまった。だからここはもう一回あいつが出てきたら、きたーん！で、ここはちゃんとあいつを避けていきつつ、これで、はい、殴っていく。で、こいつが持っている多分パーツが何かしら、この謎を解く鍵になるから、ここで瞬殺していきたい。で、あ、また難しそうだな。あ、3回難しい。多分こうして、こうして、こうして、やべえ、また難しい。ちょっと考えさせてください。私に時間をください。なるほどね。はい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 。なんかめっちゃコイン使っちゃったけど、まあいいや。んー、まあいいでしょう。でもってここもね、ナメプせずにキラハンマー。よいしょー。で、これで、このなんか、パネルみたいなのゲットした。溝のあるパネル。カニさんが盗んでいた神殿のパネル。元の場所に戻そう。なるほどね。
このパネルを使って、多分さっきの パズルを解くというわけですね。わかりましたよ、任天堂さん。それぐらい朝飯前ですよ、任天堂さん。じゃあここで右に戻りまして、で、こっち行きまして、ここね、ここで調べると、あ、よく見たらさっき取ったパネルがはまりそう。はい。ここでボタンで選びましてと。ほらほら、空いてるところにさっきのパネルがはまりそう。はめていきまして。きたー！もうちょっとでない、あー、なるほどね。先にパズルをしてからはめるのね。了解しました。そうなりますと、これは、こうだね。オッケー！いいギミックだね。水が流れてくるんだ。なるほどね。で、水が流れることによってなんか、進む道がなんか、変わるとかあんのかな？金だ、金だ、金だ！金だ、金だ、金だ！で、さらにファイヤーフラワーもある。いいね、さっき使った分がこれ取り戻した。ナイス、ナイス、ナイス。でもってもうここの道も戻りまして、またカニいないかな？復活してない？復活してたら俺嫌なんだけど。まあ別にカニ自体は別にそんな強敵ではないからいいんだけど。で、ここ戻ると、あ、あそこのなんか、壺っていうか亀みたいなところに水が溜まって、で、ちょっと口が開いたと。なるほどね。あともう一段階やれば完全に口が開くみたいな感じかな。で、ここで水が流れる、あー、うまくできてんな。これで回転して、なるほどね。まあ、水神様のお口がちょっと半開きですわ。どうしたんでしょう？ポカーンとしちゃったのかしら？で、ここのギミック使って、で、一応セーブしようと思ったけど間に合わなかった。うわぁ、キバカかっこいいですわ。ポカーンじゃなくて、もっと大きくお口を開けたところも見てみたいですわね。まあ、そんなことはどうでもよくて、ここでまずセーブしまして、で、また戻ろう。ってことは、あと多分右の方もやれば、多分開くんじゃ、もうあの口が開くんじゃないかな。じゃあ行ってみるか。こっち行きまして、で、ちゃんとハテナボックスも叩きまして、で、多分こっちにも何かある、あ、階段で降りれるじゃん。降りてみるかな？あー、バサバサがいんのか。ええたくよ、不意打ちしやがってよ。で、ここもまさかもしかしたらなんかダンションとか、あ、宝箱がありまして。で、レストランの冷蔵庫のフィギュア、もう誰に需要があるんだって俺毎回言ってるぜ。なあ。そんなフィギュアよ。ま、ここ行くとただな、このバサバサいるからな。逃げる逃げる。ま、逃げ切ったと。で、ここで、これもキノピオだろどうせ。やっぱりキノピオか。マリオさん、気づいてもらえてよかったです。こんなジメジメした地下の窓際で生きていくなんて寂しすぎますよ。で、ハートもゲット。あ、マックスアップハート。やったねー。これで HP がまた増えた、80。オッケー。もうそろそろ100いくんじゃないかな。さらにちょっと強くなったのかも。ありがとうございます。人に出会えた喜びがハートになっちゃいました。で、なんか奥にもなんかあるのかな？これ。いけんのかな？下手すると。よしよし。あ、あ。ただこっちには行けないのか、別に。なんだ。行って損したわ。でもなんかなんかさ、でもこの奥になんか洞窟っぽいのあるからさ、ひょっとしたらなんか行けんじゃないかっていう希望的観測があるんだけど。まあ、多分後で行くのかな？なんか別の方法で行く。あーん！さっきは避けれたのに。よいしょと。とりあえず帰り討ちにしてやりましてと。まあ、どっちみち敵と戦うことは、こうやって紙っぺらも手に入るから、まあ、いいことっちゃいいことなんだけどね。まあ、こっちにはとりあえず何もなかったから、この右の方行ってみるか。ほうほう、まためんどくさそうなダンションしてまーあぶねえな。ここむやみに壊さねえ方がいいってことか。つっても壊したくなるのが人間の性ってもんよな。
で、ここでコイン集めて、で、あそこにもカニがいる。で、あい、こいつら横にしか動けねえみてえだから。あん!間に合わなかった!よし、とりあえず倒していって、ちなみに HP がまあまあ減った。で、あれ、とれ、あー、ここに宝箱がありまして、で、あ、パワーブロックのフィギュア。これはまあなんかリアルでもありそうだな。まだ需要がありそう。で、あのコイン取れないのかな?ほら、ほら、取れない。取る方法はあるんだろうけども、まあいいや。なるほどね。このカニくんがいっぱいいるからな。カニさんか。めんどくせえな。はいと。あ、そういうことか。本来であれば多分、これ一回戻ったらどうなんだろう。このブロック復活してるとかねえかな。復活してるー。ありがてぃー。だとすると、こっち破壊してから。あー!ん?なんか持ってるやついんぞ。何持ってんだあれ。ちょっと、魔法陣はあなたたちが使うものではないですわ。マリオさん、取り返して私たちが使っちゃいましょうよ。あ、そういうのもあるんだ。普通のバトルでも魔法陣が使えるって感じなんだね。なるほどね。いいこと聞いちゃいましたよ、奥さん。で、こうしまして。でもって、これもまあマリオの物理でもぶっ叩けるから。いや、もうノコノコ程度だったらお茶ノコ再々ですよ。ノコノコだけにお茶ノコってね。はい、寒いギャグをかましつつ、で、キラハンマーでぶっ飛ばすか。グレイト!オッケー!ラストウェーブ!なるほど。で、ここで魔法陣が使えるって感じなのかな?神の力、魔法陣発動。あ!これあれじゃん!土神様のやつじゃん!土神。お、盛り上がってきたー!変身だ!え、どうなんのこれ?オリビアちゃん!オリビアに対してのファンもいるな。で、どうなんだ?強っ。強っ。強すぎたワロタだよわ。強すぎワロタ。できれば常時使いたいところではあるが、でもそんなことしたら簡単に倒しちゃうから、まあそんなことはできないんだろうな。なるほどね。ああいうギミックもありますよと。わかりましたよ、任天堂さん。でもって、そうだな。あそこに行くためには多分このブロック壊してから、あ、で、できればこいつとは戦いたくないから、こうしてこうして、オッケーオッケー。でもってこっちの方行って、これでオッケーか。なるほどね。頭を使わせますね、任天堂さん。で、ここでちゃんと金も回収しつつ、あー、落ちちゃった。あそこのコインも、回収したい。オッケー。はいよ。ほいよ。はいよ。ほいよ。あーあー、落ちちゃったー。まあ、つってももうここら辺誰もいないから。で、こいつをかわせばいいだけの話と。あーっと、ここもなんか水が通ってる。あー、水神様がお口からお水をたくさん出してます。さすが、お水を司るという水神様。とにかくお水が大好きなんですね。で、これも、あ、なんとなくわかったかな。で、カニがいて邪魔だな。この、ちょっと奥も見てみたいから、ちょっと奥も見てみよう。で、ここでこうやってやることで、あ、階段がありましてよ。だからといってどうするべきなんだ、俺は。わっ!あ、しまった!わっ!へえ、そういう仕組み!やべ、そうなるとは知らずにやっちゃったけど。まあなんか、うん。まあいいでしょう。で、ここもちゃんと埋めてって、で、こっちの方も一応宝箱とかなんかアイテムありそうで気になるから、
ちゃんとやっぱこっちも動物っぽいのがある。で、ここは何かあるかな？あ！キノピオくーん。見つけたーと。窓の形に折られてましたが、サイズが合ってなかったでしょう、ようです。設計ミスでしょうか。まあ、そんなことはどうでもいい。で、キノピオ救出率 100% になったから、まあ、キノピオの心配はする必要はなくなったな。で、この奥行って、あーっと、なんかめんどくさそうですね。超めんどくさそうですね。これも多分あそこのなんかパーツをなんか探しに行かなきゃいけないから、多分どっかしらになんかまた隠し扉っていうかなんか行ける場所があるんだろうな。まあ、落ちることはできない。で、ここもなんか壊せるわけではない。どっかしら、あ、ここだな、ここだな。俺じゃなきゃ見逃しちゃうポイントがありました、また。ここから入ってって、これは落ちれんのかな、これ。とりあえず、この折り紙のこの紙っぺら袋を回収しまして、てかなんか洞窟っぽいな。で、ここもなんかこうやって紙で、はい、こうやりまして、ああ、こうなってんのか。だからといってなんだっつう話なんだけど、じゃあ下降りてみっか。ふぇーん！ふぇーん！飛んでくるな、お前ら。ただまあ、ここが唯一怪しいから、ここも開けて、うわー、飛んでくるな。あ！パネルをゲッチュ、サルゲッチュと、うえー！まあいや、これでとりあえず相手撃破しまして、溝のあるパネル2ね。カニさんから取り戻したパネルね。で、しかもここでさらにこの折り紙も手に入りましてと。じゃ、こっから登ってっか。登って登って登って。で、ここも、あ！この形はもしかするとあれじゃない？センサー研究所のやつと思ったら全然違う。なんだこれ。とりあえず入ってみるか。なにこれ？カフェみたいな感じか？喫茶店みたいな感じ。喫茶店だったわ。あ、いらっしゃい。話しかけても、てんてんてんで無視された。じゃあ座るか。ご注文は？じゃあザコーヒー。ザはいるのかなこれ。まあ、いいや、じゃあコーヒー頼みまして。それにしてもマリオさん。よくここが分かりましたね。ここは僕たちクッパ軍団の憩いの場、会員制のカフェなんです。でもマリオさんなら、いつでも大歓迎ですよ。なあマリオ、クッパ軍団で一番強いのはクリボーだと思わない？だってさ、一番最初に戦うのは大概俺たちだろ。クッパ様に一番信用されている証拠だよな。いつも全力でやってるよ。いやいや、僕たちだっていろいろ大活躍だよ。クッパ様を助けに、ピーチ城へクラウンを飛ばしたのも僕の知り合いの兵法だし、折り紙の悪い奴がピーチ城で化けてたのも兵法だったって噂だよ。やれやれ。彼らはいつもこの調子なんですよ。マリオさんも、クッパ軍団も同じペラペラ同士、一緒に頑張りましょうね。なんかやべえ、ダンディーな世界に入っちまった。俺にはまだ早すぎる。じゃあな。じゃあさてと、また水神様の神殿攻略に向けまして、出発しましてと。あ、ここから出れんのか。じゃあさっきのパズルを解きに行くか。あ、これにもパネルがはまりそう。で、これではめまして。で、問題は、これをはめてゴールしてからが重要だから、どうなんだろうな。これ結構難しいな。で、見る限りだと多分ね、まずこれが絶対ここなんだよ。でもって、これがここで、あとは、あ、多分ね、こう臭い。来たー！
5分ぐらい時間かかっちまったけど、まあいいや。これではめまして、あはは、スキップされたわ。多分長すぎてスキップされたな。で、こうしまして、これで繋がんのか。いや、結構めんどくさかったな。てか、なかなかね、このね、折り紙キングね、結構ね、頭使うよな。で、ここで水門開きまして、で、あそこの、あーっと、コイン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 、金が金、金。この世で一番大事なものは、もう、ボー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 、ボー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 って、ボーボーボーだって俺は教わってるから。よいしょと。金を回収して、結構金貯まったな。1万6000か、いいね、いいね。でもって、じゃあここから、土管入りまして、どこ繋がんだろ、これ。あー、ここの、上の方からね。でもって、またここの水門が、また亀が溜まりまして、で、重さで下がりまして、で、口が完全に開きまして、わーい、水神様のお口が開きましたわ。まるで吠えてるみたいです。ガオー！あ、水神様のお口の中ってまるで階段みたいになってるんですね。あれならご飯がよく噛めますわね。で、ここも、じゃあ進めるようになったのか。オッケーオッケー。じゃあこれでようやく水神様の中入れんのかな。ただね、俺気になってんのがさ、この下おそらくいけると思うんだけどさ、どうやっていけんだろうな、この下。この下多分空洞になってて多分いける方法があると思うんだけどさ、まあ深いこと考えててもしょうがないよな。いや、じゃあコンパートはこれにて終わりにしようかな、うん。結構もう今、時間も取っちゃってるし、うん、こんぐらいがキリがいいんで、じゃあ多分おそらく次の戦い、次のここの洞窟入って、多分水神様とのバトルになると思うんで、じゃあ、次回パート、楽しみに皆さんしててください。じゃあ、今回これで終わりです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価とよろしくお願いいたします。じゃあねー。